え今回ですね、メルカリをご利用中の方は、みんなやった方がいいというよりも、やらない人いるのかっていうようなね、案件になってます。モッピーのこのポイントゲットの中でですね、メルカリのカード、メルカリカードを作ると3000ポイントがいただけるということなんですよね。プラスですよ、3000ポイントプラス入会して利用でメルカリポイント最大6000円、つまり合計9000円ゲットなんですよ。 メルカリのアプリの中で6000円もゲットできるし、モッピーの方で3000ポイントもできるんで、最大が9000いうことですよね。で、条件もこういう風になってます。新規カードを発行してくださいと。ただし、メルカリアプリからの申し込みが必須です。これは後ほどちょっとね、説明します。で、条件3つです。新規でメルカリアプリをダウンロードしていただいた方も、すでにメルカリをご利用中でダウンロード完了している方も、どちらもモッピーポイントの対象獲得となるので、今これを見てる方、 メルカリやってようとやってみないと皆さん3000円ゲットができるということですよね次ウェブ上の申し込みではなくメルカリアプリに移動してアプリ内で申し込みをお願いしますということなんでスマホのアプリでメルカリを起動してそこから入ってくださいねということですつまりメルカリをやってない方はダウンロードしなければ今回の3000円もらえませんということでございます3つ目 これ、二十歳未満の方は私の放送を見ていることはあんまりいないと思いますけども、その方はお申し込みいただけませんということですねで。あとはこのように条件書いてますので、えー、どうやったらね、報酬対象外なのかをこう見ておいてください。ということで、ポイントゲットのページに行ってみようと思います。ちょっと切れてますけどね、この下の方、ポイントゲットをクリックします。はい、えそうするとこういう風に画面がね、変わってきますね。ずーっとお得なクレカ、メルカリカードということになります。で、3000ポイントもらえるでしょうと。 ね、いろいろポイントもらえるでしょう合計6000ポイントでしょってこと書いてますよね。はい。そして、こっから申し込むんじゃなくて、この QR コードをスマホで取って、そこから申し込んでくださいということなんで、間違いはないですね。はい。ということで、今回は以上でございます。えー、必ずメルカリからカード申し込んでくださいね。